はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トイザラスオリジナルトヨタ86オートバックスレーシング仕様を紹介します。はい、シールを貼る前はこんなデザインになってます。オレンジ色が鮮やかでかっこいいね。ちょっとシールを貼る前にぐるっと一周だけ見てみます。で、運転席側はこんな感じだね。で、上から見るとこんな感じになってます。じゃあ早速シールの方、付属のシールの方を貼っていきます。はい、シール貼り終わったのでしっかり見ていきます。このモデルはトイザラスオリジナルのトヨタ86オートバックスレーシング仕様です。ボディカラーの方は蛍光のオレンジだね。すごく綺麗なカラーリングになってます。で、正面の方から見ていくとこんな感じだね。グリルの部分とかも細かな作りでかっこいいね。ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。で、ヘッドライトの下の部分のここがステッカーだったね。で、ボンネットの方を見ていくとこの部分にトヨタのエンブレムだね。で、ボンネットの中央の部分にはオートバックスってプリントがされてて、車のことならオートバックスっていう小さな文字も書いてあるね。で、そのままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。で、助手席側はこんな感じだね。ドアの中央の部分にはボンネットと同じプリントがされてます。で、この辺は小さなステッカーがあったね。だけどカラーリングがすごく、このオレンジとこれはガンメタなのかな、すごく綺麗な感じの塗装になってるね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にトヨタのエンブレムがプリントされてあって、バンパーの部分はオートバックスっていうのはこれはシールだったね。テールランプはシルバーの塗装になってます。この辺のリアの作り込みがかっこいいね。で、運転席側は助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくと、で、リアスポイラーの部分は樹脂パーツだね。で、リアスポイラーにはオートバックスっていう、これはシールになってました。で、リアのガラスの部分もシールだね。内装の部分はこんな感じだね。運転席側を見てみるとちょっと見づらいけど、シフトノブのところとかもしっかり作られてるね。で、リアシートの部分もしっかり作られてあります。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ドアの開閉のアクションもあるね。で、裏の方を見ていくとトヨタ86ナンバー45番の2012年の写真になってます。こうやって見てみると特注トミカらしい鮮やかなカラーリングだね。で、カメラではどうかと思うけど、実際このオレンジは結構発色の綺麗な蛍光オレンジになってます。で、プリントの部分もオートバックスっていうのが中心になっててかっこいいね。一部シールはあったけど、いいデザインの1台だと思います。で、このモデルは2016年の7月にも同じモデル販売されてたね。ちょっとそちらと比べてみることにします。はい、2台並べてみました。こちらのモデルが2016年7月発売で、こちらのモデルが2019年の1月発売のモデルです。フロントの部分はこんな感じだね。グリルの部分とかのデザインも同じになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分もルーフの部分とかも同じだね。カラーリングも塗装の色合いも同じかな。で、側面の方を見ていくとこんな感じだね。下の方が2019年の1月発売のモデルで、上の方が2016年の7月発売のモデルです。で、リアの方はこの部分も同じだね。やっぱりこうやって見てみてもリア周りも同じになってます。で、運転席側はこんな感じだね。で、上の部分のリアスポイラーの部分も同じデザインになってます。で、シャーシの裏側の部分を見ていくと
トヨタ86 2012年のナンバー46番のシャーシなので、それぞれ同じものになってます。どこか違う部分はないかなと思って期待してみたけど、やっぱり同じだったね。でシールのステッカーの部分も同じデザインのものが採用されてました。で2016年のこのモデルは、自分のモデルはもう結構ボロボロになってたので、再販で綺麗になってくれてよかったです。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。でこの部分にトイザラスオリジナルのロゴがプリントされてます。で側面の方はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってます。で2016年に発売されたパッケージと比べてみます。上の方が2018年1月発売のモデルで、下の方が2016年の7月発売のモデルの箱になってます。正面のパッケージから見ると、この部分はもう箱としては全く同じデザインだね。で側面の方はこの部分も同じかな。そうね、反対側も同じです。で箱の上の方はこんな感じだね。この部分のデザインが微妙に違うんだね。でもこの辺に書いてある文字は同じになってます。で裏の方を見てみようかな。で箱の裏の部分はこの部分が微妙に違うんだね。で安全基準の適合の2018年と2016年の表記が違ってて、あとは違いはこの辺かな。販売元と発売元が上下逆さになってるぐらいかな。だから基本的にやっぱり再販っていうような感じのモデルになってると思います。はい、今日はトイザラスオリジナルのトヨタ86オートバックスレーシング仕様を紹介しました。でこのモデルはオレンジ色の蛍光のボディカラーもかっこいいし、カラーリングもすごく綺麗なデザインだね。トイザラスオリジナルの中でも上位のランクに入るようなデザインの1台だと思います。で2019年1月発売と2016年7月発売のモデルで比較してみたけど、デザインとしても同じだったよね。箱の方が一部デザインが違うぐらいかな。でタカラトミーさんのホームページにも新商品情報で出てないので、再販モデルだと思います。で2016年の時に手に入れられなかった方は今がチャンスかな。でトイザラスオリジナルでこのオートバックスレーシング仕様っていうのは他にもモデルがあったね。ちょっと並べてみます。こんな感じだね。オートバックスレーシング仕様のトランスポーターとトヨタビッツです。でここにあるのは全部トイザラスオリジナルの特注トミカのデザインになります。でどのモデルもボディカラーは蛍光のオレンジで発色が綺麗だね。他の車種とかも発売されてほしいなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。